公共曲第7番に単調作品 70B141 はドボルザークの公共曲1884年から1885年にかけて作曲された。それまで発表されてきた公共曲とはやや趣きが異なりスラブ的な雰囲気を残しつつも内省的で普遍的な音楽として仕立てることに成功しており作曲者自身この曲を 本格的なものと呼んでいる。第9番、新世界よりほどではないが、第8番とともに、ドボルザークの公共曲ではよく取り上げられる楽曲である。主張が平行調である手に第1楽章、第4楽章の表紙、第2楽章の楽器法などから、ブラームスの公共曲第3番からの影響を指摘する見解もある。1884年3月、 ロンドンフィルハーモニック協会の招きで、ドボルザークは初めてロンドンを訪れた。ロンドンではすでに公共局第6番が公表を拍手しており、ドボルザークは熱狂的な大歓迎を受けた。帰国後ほどなくしてフィルハーモニック協会の名誉会員に選ばれたとの知らせと新作公共局の依頼を受けた。前年の1883年に、 ブラームスの公共曲第3番の初演を聞いて新たな公共曲の作曲に意欲を抱いていたドボルザークはロンドンからの申し出を直ちに承諾した。9月に再度都営し、帰国後の12月13日から公共曲に着手し、1885年3月17日に完成した。同年4月に3度都営し、4月22日に セントジェームズホールで初演の式を取っている。この演奏会は大成功でウィーンでハンス・リヒターがドイツではハンス・フォン・ビューローが相次いでこの曲を取り上げた。全曲で約37分、バーツ・ラフの今式1981年版オブ・マイナス7036から5藤田義行の解説参照、ピッコロ持ち替えは 第3楽章の74から76小説だけである。全音楽府出版社のスコアのようにピッコロ持ち替えに気づきにくい出版府もある。当時は現在の領域とは異なり、スロバキアなども含む、ハンガリー王国の歴史的地域を参照。ありがとうございます。